どうも、アルダンです。本日の動画は、半年以上前にレーザー式オービスに対応したユピテルさんのレーザー探知機 LS10 を購入していましたが、私の生活圏ではレーザー式オービスが普及していなかったため、その性能を試す機会がありませんでした。今回、八王子市内で移動式のレーザーオービスに遭遇しましたので動画を撮影しました。具体的な場所は、日踊山トンネルの入り口で、もともとは有料道路の料金所があった場所になります。一度通過をし、Uターンをして戻ってきます。この坂を下った先の交差点には、東京都で唯一の道の駅、八王子滝山があります。後続車両はいなかったので、見通しがいいように先行車との距離を空けます。レーザーを捕捉した場所は、おおよそオービスの300メートルくらい手前で探知機が反応しました。今までは埼玉と大阪くらいしかレーザー式オービスがなかったようですが、いよいよ東京でもレーザー式オービスの普及が始まっているのかもしれません。なお、オービスとの遭遇は午後2時半頃だったのですが、それから約3時間後にこの場所を通過した際にはすでに撤収されていました。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。